はい、ゲームコレクターの作家館です。えっ、ー、と、ちょっと待って。よし。はい、えっ、ー、と、本日は、えー、2020年1月29日、作館学院ゲームコレクター部スタートです。ということでね、なんか、まあ、コロナ問題、<laughs> 問題っていうのは、まあ、いろいろ大変なことになってますけども、まあ、 まあこんな時こそゲームですよね。うんということでまあ、本日はねえー、っとあれだえー、っとブログの方僕のブログの方でまあクイズ、まあ、クイズと呼んでいいのかはよくわからないクイズなんですがまあ、こういう問題ですね。あっこんばんはゲーム内容が変わろうと設定やストーリーがどうなろうと関係なくナンバリングを重ねていきジャンルが変更されたタイミングだったことから 後にミニファミコンのダンプバージョンに収録されたことでおなじみのタイトルといえば「北斗の拳3」えー「新世紀創造すうん何だ創建伝説」「列伝かな」ですがパッケージを目に記載されているまるのまるに当てはまる言葉は何でしょうと、まあ、クイズにもなってないんだけど、まあ、要は、まあ、RPG ですよはいでこれ「北斗の拳3」なんですけども まあ、ここにね、ジャンルがね、しっかり RPG って入ってるんですね。で、まあ、これ何かっていうと、えっ、ー、と、ファミコンでね、えっ、ー、と、それはどこに置いたっけな、ミニファミコン。あった。これか。まあ、ミニファミコンのね、ジャンプバージョン、ありましたね。まあ、 何だろう買うまでが勝負で買ってからね何遊ぶかで結構悩んだハードではあると思うんですけどまあこの中にねなあなんだ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 1 2 0 2 0タイトルかあここに書いてあるか人気ゲー2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2人気ゲームって書いてあるけどま2、あ、実際0 2 0 2 当時本当に人気があったゲームが何個あったかってのは割と謎なところなんですけどまあその中でもねこう北斗の拳3はまあ入ってたということになります。でこれ、ね、なんでこれ3入ってんのってまあ要は北斗の拳っていうと1と3が入ってるんですね。で1っていうのがまあ要はまああの安倍氏を取ってねあの <laughs>。 安倍氏を取るるために剣士郎がパワーアップするという謎,謎仕様っていうか、まあ、アクション当時のアクションゲームらしささく裂してたんですけどで1、2がアクションだったんですけどさすがにね、このなんだろう1で、ね、割とこう原作ネタを使い果たしたというか、まあ、2は割と、まあ、2も一応原作あるのかなんだけどもちょっとね、やっぱりこのアクションゲームとしてのクオリティ部分はちょっとどうにもならなかったのかなという感じで。まあ 3、まあ、はそこから先続けられなかったんでしょうねストーリーは。もう <laughs>。ということで3はもう一回ねあのストーリーを頭からこうやり直すっていう意味では RPG は、まあ、適してたんじゃないかなと思います。ということでね裏面とか見るとこんな感じで「よみがえれ熱き男たち」かつてお、えーつ「強きか」あ「よみがえれ強き男たち」 かつて、えー、強き男たちは愛のために生きて、えー、息そして戦った。シンが、レイが、ラオウが、カイオーが、新たな伝説となってト遠に語り継がれるって言って、まあまあ、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 原作のキャラが出て原作のことをやるよっていうような、まあ、パッケージになってまあ実際そういう内容なんだけど、まあ、このリンとかバットはね、 今これ大人だけども確か子供時代もありますよねあとあの,あの最初のあの原作の最初のところら辺から始まってるのでまあ、若干ねゲーム RPG なんでこうアレンジっていうかまあお使いというかまあその辺は違うんですけど、まあ、基本的には戦うキャラは、まあ、原作キャラを使ってやってたとまあそういう RPG でしたこれが1989年の10月19日発売で で、北斗の剣ていうのはまあ3は一応取りつつも見とくか。で物語ってあって天空に連なる七つの星すなわち北斗七星のもと2000年の長きにわたり永遠と語り継がれてきた恐るべき暗殺剣があったその名も北斗の剣「阿北斗神剣」「北斗現るところ乱あり」「世紀末救世主伝説の壮絶な戦いが今始まった」ってことでね。 本当この辺も見ても原作のまんまだよっていう感じだしまあこの辺はねちゃんと原作あるからアニメのキャラクターをねちゃんと取説にどんどん取り入れてるという、まあ、そういうところですねただこういうのってやっぱり原作をストーリーにしてある程度原作が進んでるとまあ、そこまで使い切っちゃうとやっぱりこう。 続編を出そうととすると困る困わけですよで。次に出てきたのがまあ当然、ね、1991、えー、年の3月29日発売のこの「北斗の剣法、えー、七星八見伝北斗神剣の彼方へ」いうねなんかよく分かんないサブタイトルなんですがまあこれがね、まあ、一応パッケージ裏面こんな感じで。 は3の時にはこう割とこうケンシロウの、まあ、原作の、ね、キャラクターこう並んでてすげえって感じになるけども、まあ、シロウ一人になっちゃうわけですね今回。で裏面ね「北斗2000年の時を超えて最強の伝承者現るケンシロを去りし今世は再び混迷の時代へと向かった北斗神憲の運命やいかに今新たなる伝説が始まる」っていうことでね「ケンシロウいないの?」 っていうこうまあここにケンシロウいるけど実際ゲームやるとケンシロウいないのってこういう謎的な部分から始まるようなねでも RPG とでまあこれも取説をこう見てみるとねえー、っとまあこういうマップはねどのぐらいこう原作にマッチしてるかわからないんですけど、まあ、もしかしたらこうゲームオリジナルのマップなのかなという感じもしますで物語 えー、2000XX 年この世は見たび、えー、闇に包まれた悪,悪がはびこり闇に包まれた悪ははびこりんで2回続くんだろうこれ悪がははびこり秩序は崩れ力のみが支配する暗黒の時代がに戻っていったかつて正規末世紀末流世主と呼ばれた北斗真剣伝承者剣志郎はなぜかその姿を表さなかった ここに憲法のの修行を続けるる人の若者がいるやっぱりケンシロウいないんですよねしかも 2000XX 年ってもう世紀末伝説ですらないというねまあそういう感じになりますで実際これオリジナルキャラクターを主人公にして遊ぶあの進めていく RPG なんですけどもで前作ではねこう原作キャラのアニメキャラがいっぱいあったのに今回はこれ誰お前らみたいな状態にまあなっていますはい <laughs> ただねこれ3の方が割と原作のキャラクターを忠実に出してこう、まあ、ストーリーもねいろいろはしてるけど忠実なテイストを出そうと頑張ってるんだけど、まあ、そこからこうポーンと切り離されたオリジナルのものになった時に、まあ、何をもって北斗の剣をねこう 北斗の剣としてねあの存在を維持するか原作があることを維持するかってところで、まあ、このゲームのすごいところは、まあ、原作者のねちょっとしたやり取りが記載されてるんですよ。ってことでこれ原作監修ブロンソン先生からのメッセージ、まあ、だから原作者が監修もしてるんですよちゃんとで。どう書いてあるかっていうと「1年くらい前からファミコンに凝り出した RPG が好きだ時々徹夜もやる」。 しかし不満がないわけではない。どうもプレイするキャラクターに個性がない。なんとかならな,いもならないもんかね。そんなことを考えていると、ある日、東映動画から北斗の剣のパート4をはみ込んで出したいという話があった。よし、それなら北斗の新しいストーリーを作るか。だから、新しいストーリーを作るところには、ブロンソン先生がこう絡んでるわけですよね。 これ本当はあのパッケージに記載するぐらい、ね、重要な案件なんですけどこんな取説にこっそり書いてあるわけですよ。ですごいキャラクターたちに身が出来上がりストーリーの構想もだいぶ練れてきた最高に楽しい作業だしかしとんでもなく時間もかかる他の仕事の催促、えー、も雨嵐のようだかっこおいおいこりゃ1人でやってたんじゃとんでもねえぜそ,そうだ俺が監修で行こうじゃないかとするとシナリオは。 でかことし俺の頭の中に一人の男が浮かんだ。かける男かける男がいるじゃねえか。やつなら最高だぜ。俺はアドレス帳を取り出し、戸田ちゃんの家に電話した。今中がありますねえー、っとあそれから2ヶ月いい話しか月、えー、いい話が出来上がった。こいつは泣けるぜって、ブロンソンってあって。 でブロンソン先生あ今の中」っていうところに何があるかというと「戸田ち北斗の拳」のアニメシリーズを担当した戸田博先生の愛称アニメ業界において多数のヒット作を手掛けるだからこれは北斗の拳のねもともとのアニあ漫画のね原作者が一応なんかこう新しい構想をね ゲーム用の新しい構想を立てたんだけどもでも自分がシナリオ担当じゃなくてシナリオを他の人に任せて自分は監修に回ろうじゃあシナリオ担当は誰かって言った時にじゃあアニメでシナリオをやってる人に頼もうよってこういう流れがあったわけですよで今度はそこに続きとしてねこの井上博さんのからのメッセージも載ってると「えー、と冬の昼下がりこたつの中で GB のテトリスをやっていたふう今日は技のキレが一段といいじゃないか」 でこれ中1があって何かっていうと戸田氏のテトリスの腕前はおそらく関東一であろうこのあの世紀末派をラオウで,でさえ戦いを避けたと言われるまあよくわかんない中があるんですけどで続いて、えー、と30万点に突入しかかった時電話のベルが俺にーポ,ーポーズボタンを押させたはい戸田ですよ戸田ちゃん俺だよ現地でやってるあブーさんお久しぶりどうし,たどうしたのこんな時間に。 っ何かっていうとブーさんって何かっていうとブブロンソンソ先生のの業界での相性がブーさん,なんですだ,だそうですだからこれぐらい仲の良いねその原作者とアニメのシナリオを書く人がそ、まあ、揃ってるというまあところですねいや最近は早起きになって昼にはもう起きてるんだよところでトラちゃんシナリオ書かないってえ何のシナリオ北斗だよ北斗アニメでもやるの ファミコンのシナリオだよその後ブーさんのファミコンのシナリオの構想を聞いてついつい興奮して1時間ぐらい話し込んでしまった俺はふと GB を見たふッお前とも当分遊んでやれねえなって、まあ、これが要はそのシナリオをね、まあ、仕事を受けた時のねあの最初の話をした時の後のエピソードまでが載ってるんですよ。まあだからこれをね まあもしかしたら雑誌とかでインタビューとかでも載ってたかもしれないけどここに隠すことでもないと思うんですよねもう少しこう要は誰がこうシナリオやってるかって今だったらねちょっとアピールどっかに載せそうなねぐらいなんですけどまあそこはちょっともったいないんですけど、まあ、ゲーム内容はどうかっていうとまあなんだろう3よりはシステム的にはまとまってるけど何だろうこう。 こういう原作者たちのやり取りを見ないとなんか原作無視のオリジナルストーリーってこう <laughs> 思ってしまうようなところが、まあ、あったかなというところですね。でファミコンがここまででその後スーパーファミコンにこう移動するんですけどその北斗の拳のナンバリングは。でそうすると今度はね1992年の7月に出たのが「まあ、北斗の拳5」えーと「天満龍聖伝愛絶唱かな。でこれもね あの一応ファミコンからスーファミになったんで、まあ、システム的にはだいぶねいろいろ凝ったことができるようになってるんですけどやっぱりここを見るとね「えー、と魔皇帝降臨今天魔の決戦が始まるオリジナルストーリー RPG 人気キャラクター創出演」っていうことでまあオリジナルストーリーと RPG は北斗の拳4でもまあやってたんですけども今回はえっ、ー、とまあ人気キャラクター創出演多分こっちでね やっぱりいろいろキャラクターの出し方ではちょっと困ったんでしょうねあのセールス的にだから今回はもう人気キャラクター創出演っていう風になってますでえっ、ー、と2000年、えー、200X 年、まあ、さっき 2000XX 年だったんでちょっと戻っちゃったのかなって感じがするんですけど 2000X 年魔皇帝降臨天は再び二つに割れた二、えー、つの天すなわち魔皇帝と天帝 時を遡ること二千数年数百年この世は魔皇帝一族が支配しその悪政に民たちは苦しめられていただが世継ぎの時着,年着難の圧政に反対する皇僧たちがその弟を天帝として担ぎ出しここに魔皇帝と天帝の対決の時代が始まったまああのなんだろうこうだから北斗の剣のキャラクターたちは登場するんだけども オリジナルストーリーとからパラレルストーリー的なものになってしまったところですかね。でこれちなみに取説の方を見るとねまあ一応こういうアニメを使ったねあの、まあ、まあこういうシーンがゲームに登場するかっていうとまあ出ないだろうな <laughs> なんでこういう絵作っちゃったんだろうって考えるとまあ投影動画だしねってまあそうなるんですけどまあいろいろもったいないんですよねこの辺の使い方。ただ一応こうねえっと。 なんと水朝剣のレイが元と後剣のファルコが土地が不動が世は乱れ民はと、えー、途端の苦しみにあえい,いだとまあいいや <laughs> まあそんな感じでキャラクターは今いっぱい出ますよーってアピールはしっかりとされてますただね今回はねさすがにこのブロンソン先生とあの井上さんですが、のやり取りみたいなのは全く掲載されてないんですよ でやっぱりこうキャラクターはねちゃんとこうアニメのキャラクターのアピールはしっかりしてますでちなみにねあのここに地図があるんですけど <laughs> さっき方にも地図あったよね これは要するにそのストーリー的にはパラ,ルパラレルだったりまあ別世界なんだけども北斗の剣の世界ってこうマップ世界のマップ自由なんですね <laughs>、うん。まあまあパラレル世界ならしょうがないのかなとまあそういうような感じでね結構こう。 原作者がこう監修してても、ここまで自由なんだなというのが、まあ北斗の剣のゲームというところなのでしょうか？まあ、実際のところ北斗の剣のね。ゲームって言うと、ファミコンでは投影動画が1から4でスーパーファミコンで5から7で6と7はえっと対戦格闘ゲームでなんですけども、そこまででね。東映動画の多分ゲーム。多分、その後もう撤退してんじゃないかな。 ちなみにセガハードだとセガが出してたりとかねしててプレステサターンの時代になると、まあ、セガが出すこともあったけどバンプレとかかなバンダイバンプレまあいろいろねそうやって違う会社がこう作る北斗の件っていうのがいろいろ出てきてで2000年代に入るとあの北斗無双とかね光栄テクモがやったりとかああ光栄かな当時はまだで 最近の一番最後はあれかなあの、えー、と北斗が五くですかねという感じでまあいろんなカテゴリーでこう出てくる北斗の件ですがファミコン数ファミの時代だとねきっちり RPG をやったっていう時代がこの辺りにありましたとまあそんなところでしょうかまあかといってねっていうか北斗の件っていうのは多分このまあ まあ、アニメ原作ものでこう強いキャラクターを,を使うっていうのは難しいんですよねゲームを作る上で強くなきゃいけないけどあのプレイヤーが頑張らないで強いのもどうだって問題もあるんでホクトの件に関しては1とか2はアクションゲームなんでどうしてもこうねあの下手な人は頑張っても下手なままなんですよただ RPG は 頑張ればってうかレベルアップすればあのいつかみんなより強くなるじゃないですかだから多分そういう意味では北斗の剣には向いてたんじゃないかなと思いますで逆にそのキャラクター性考えると対戦格闘っていうのがあの流行った時期に対戦格闘に行ったっていうのはまあ正解だと思うんですけどただなんだろうこう強さって意味ではねなかなかあれはあれで難しいですよねうん。 まあ、北斗の県はね大体そんな感じになります。で、えー、っと、えー、っと、今日のね、記念日ゲームですね。今日の記念日ゲームなんですけども、えー、っと、1993年のね1月29日に発売された、えー、っと、キューバート3。 こちらがね、えっ、ー、とまあちょっと中途半端なんですけどえっ、ー、と27周年なんですがまあ今日誕生日ですねあこうだこうだこうでしたはい <laughs> <laughs> でキューバートっていうと日本では多分マイナーなんですよねで僕もねあんまりこう思い入れもないんですよねただ海外だとやっぱ人気があったんでしょうねあのえっ、ー、と「シュガーラッシュ」とかね「ピクセル」とかあの要は 昔のゲームのキャラクターがいっぱい出てくるようなゲームの中で割と日本だと馴染みのあるキャラクターで例えばパックマンとかまあマリオとかいろいろあるんですけどまあそういうまあドン・キー・コングの方かなあの作品だといろいろある中にこのねチューバートのキャラクターが入ってるっていうのがまあ割とこうまあ両方出てるってことは多分アメリカなのかな海外だとあの まあそこまでメジャーなタイトルだったってまあにあげてもいいっていうことなんでしょうけどもなぜかねキューバートに関してはこのキューバート3と、まあ、ゲームボーイのねキューバートこのぐらいしかねあの普通に出てません、うんまあ、まあ記念日ゲームなんでねこっちを先に見てみるとこれはね1993年の1月29日に発売されていますでこれ3はねどういう意味か分かんないんですけどね これナンンバリングじゃないと思うんですよね 3D の3かなと思うところはあるけどでももともとこの、まあ、若干 3D 感のあるね立体マップでこうを冒険するゲームな冒険まあ、ゲーム内容的に言うとちょっとこう 3D マップでねまあ、要は。 奥に行くほど高いところにあるようなね。まあ 3D っていうかまあちょっとこう段差のある平面ま、まあ、段差のあるまあ 3D マップかな。ただ斜め方向にしか進めないんで、上と下とね。で、敵を避けながら踏んづけたところを色変えてって、確か全部踏むとクリアとかそういうタイプのゲーム。まあパズル色のあるね。あと敵の動きを見ながら動く。まあ、まあ、ある意味ドットイートのパックマンに通じるところのあるゲーム。 ですかね、うん、でまあ結構やっぱりこういうねここを見るとまあ人気あったのかなでも全米が泣いたって映画よく言ってるしみたいな世界観があるんですけどここはね、えー、と全世界でやん,やんややんやの大人気作「ついに日本上陸」まあ、ちょっとこの辺の表現がね時代を感じるんですけど、まあ、やんややんやね、まあ、まあ平成の時代ですからね。はいえー、と全米、えーとあ違う 米国、まあアメリカってルビフってありますけどアメリカ1992年度えー、っとペアレンツチョイスアワード親が選ぶ友情ソフトショー堂々のノミネートあお久しぶりですはい <laughs> まあということで堂々のノミネートっていうことは賞は取れなかったのかなっていうね <laughs> ところはあるんですけどはいで 世界各国でパズルアクション旋風を巻き起こした超話題作あのキューバートがスーパーハミコンとなってやってきた超カラフルなゲーム画面を舞台にとってもキュートなキャラクターたちが縦横無尽、えー、右往左往の大騒ぎ痛快無比の大冒険パズルゲームの始まり始まりってことでまあうーんまあこの 書き方だとねちょっと難しいところはあるんですけどやっぱりこのここなんですよねいずれにしても全米あじゃあ米国1992年度ペアレンツチョイスアワードですからねだから、まあ、まあ確かにパズル色が強いんでちょっとまあ若干頭使う感はあるんですよねあんまりこう無理無理くりしない感じもするんでゲームって会社の社員で作るのゲームによって人材をかち集めて作るの えーっとねゲームはどう作るかですかうーんそうねまあ普通に会社によりますよねその会社の人が作ってる場合もあれば開発会社っていうところがあってまあ要は売る,売るところが専門の会社が開発する会社に発注して作ってもらう場合もあるし であとは、その全員が社員の場合もあれば、そのプロジェクトの時だけ、こう、いろんな人に依頼してこう集まって作る場合もあるし、まあ、もしくは、その、まあ、プログラム、企画プログラム、えっ、ー、と、グラフィック、まあ、そのあたりはね、大体、こう、まとまって仕事してることが多いと思います。まあ、ただ、最近はね、あの、それぞれ、 もうネット関係も整ってるんでバラバラで仕事してるっていうこともあるかと思います。でサウンドとかはねちょっと特殊なんで別にそこの開発にべったりいなくてもいいんで別の会社にこうサウンド会社ってところに依頼して作ってもらう場合もあったりまあしますかね。うん。であとグラフィックなんかに関してももともとキャラクターデザインとかねそういうそのもう少しあのなんだろう べったり開発パソコンと関係ない部分とかねそういう仕事はまた別ですよねだからキャラクターデザインの,その有名な人に発注するとか、まあ、そういうのはまた別になりますねであとシナリオなんかも多分まあ原作そのあるは別ですけど,ですけどまあ要はシナリオ会社に発注するっていうのもあるしシナリオだけを請け負ってる個人もいるでしょうしいろいろありますね。 自社だけでで尖った人材を確保できないよね無理でしょうね <laughs> 無理でしょうねうんただ開発人数にもよるんじゃないですかだからそのディレクターなりプロデューサーなりが尖っててそこがバリバリ仕事してこう個性的なものを作ろうとしたらまあすごい個性的なものはできるんじゃないですか、うん、映画作りみたいですねうんだから ピンキですあのゲームの開発に関しては。ただそのファミコンとかの初期の頃だと多分本当にねあの3人とか4人とかすごい小規模なプロジェクトで下手するとプログラマーが、ね、絵,絵も描いて音もつけてって全部一人でやってる場合もあったりそういう時代はあったと思うしゲームボーイもノーマルゲームボーイぐらいだったら多分そういう少人数の開発ができたとは思うんですけど。 今の開発はねあの、まあ、数十人、まあ、有名作なら数百人ってレベルで作ってるんでまあそういう意味ではそのなかなかそういう規模のゲームになると尖ったものを作るっていうのは相当難しいとは思いますうん。まあ で人がいっぱいいるってことはそれだけこうまあで期間もかかってるってことはそれだけ稼がないといけないわけですよそれが売れてうんだからねそうすると冒険はできないわけですよはいただ映画作りとはまた違うかもしれないですね その映画作りに関しては、まあ、僕もは経験はないけど、まあ、アニメと、ね、実写とは違うと思うんですけど実写だと普通にどっかロケーションがあって、まあね、演技してるのを撮影するとかそういうだから役者さんの力にの、ね、影響するところはあるけどゲームって基本的にそういう役者さんにあたるものがないんで。 だから漫画とか、あ、アニメか、アニメ制作とかだったら多分近いんじゃないかなと思うんですけどね。まあゲームも声優さんが演出するところ、演技するところもあるけど、多分そこの作り方はちょっと映画、映画、まあ実写映画とはこう離れる部分かなとは思います。はい。そうね。うーん。うん、だから。 ん尖ったゲームね。で僕が関わったやつの中だと、まあちょっと今もう遊ぶ感じあんまないけど、任天堂3 d s とかのダウンロードで出てた、あの、ダンジョン RPG ピクダンなんかは、とかは、えっ、ー、と、まあ基本、マップとか作るの僕がやってて、まあ、それで、 数人レベルで作ってありましたけどね。それも、もう5年ぐらい経つのかな。おやじいじりとか、うん、よく企画通ってる、ね、親おやじいじりなんだっけおやじいじりおやじいじりって何だっけゲームバブルだったのかなゲームバブル。うーん。 でファミコンの最初の頃は本当に出せば数十万本は確実に売れるとかそういう時代ですねはいでしたでだったろうようですねさすがにもうスーパーファミコンゲームボーイ僕なんか何回もゲーム関係に関わったのはゲームボーイぐらいの時代なんですゲームボーイカラーの時代でしたけどまあきつかったですねやっぱりやっぱり1桁万本ですね <laughs> 僕の時代は、はい。あ、セガレいジリだ。あ、そうですね。セガレイジリ、そうですね。うん。まあ、あれですよ。その、時代によって違うけど、今は逆に言うと、一人とかで作ってる、そのスマホとかのね、アプリとか、まだあると思うんで、まあ、そういうところで、尖ったものを遊ぶといいんじゃないかなと思います。まあ、もしくはミニゲームとかですかね。というところで、まあ、今日はこの辺りにします。ということで、以上、作艦でした。おやすみなさい。